おはようございます。ジェフ起きました。おはようございます。トナリ気づいてるか？気づいてそうやな。お嬢いますか？お嬢。お嬢って言いますか？お嬢って言いますか？あれ、これ無線入ってますか？入ってるっすよ。お嬢って言いますか？入ってないのかな？おはようございます。あれ、ジェフ？はい。どうしたんですか？おはようございます。え、どうしたんですか？え、なんかジェフの声に聞こえなくて。おはよう。おはようございます。バレてるやん。今日私はまだ一か見てないわよ。ありがとうございます。バレた。バレてら。バレてら。クロさんどこですか？聞きました。クロさんどこですか？わかんない。ジェフなんて言ってんだお前。ジェフ？あ、はい。なんて言ったんだジェフ。いや、クロさんどこにいるかなと。ジェフ、昨日のさ、件どうなった？あの、俺が言ってたやつ。やっときました。やっときましたって何？どういうこと？やっときましたって何？だってわかんないんだもん。あれ？いや、あれじゃなくて、やっときましたって俺がやるっていう話。あれ？昨日言ってたやつですよね。そう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 。え、やっときましたよ。結局やっとくっていうか、あれ、俺がやるっていう話だった。俺がやるっていう話だったのやっちゃったの？え、あ、はい。なんで？気づいてるな、これ。どうしよう。え、何のやつでしたっけ？ジェフ、敬語やったっけ？今まで普通に話してた。どうしたの？あれ？あ、ごめん、ごめん。どうしたの？親父？あ、すまんすまん、私だ。親父か、なんだ。あ、すまんすまん。びっくりしたよ、まさか。無線直ったの？あ、そう、無線直ったんだよ。あ、よかったね。ありがとう、ありがとう。おかえり。ただいま。本人いるやん。で、昨日やっとくって話は何なの？いや、あれ嘘だよ。おお、釜かけられてたか。そんな約束してない。なんだよ、おめえ。
今日警察めちゃめちゃ多いんだよ。ねえ、まちゃん撃たないでね。はい。じゃあ行きますよ。もういいよ。は？お仕事開始だ。ああ、了解。登れてないから大丈夫。今46の上行ってます。俺もそっちのからじゃ。ヘリ追ってたよ。ヘリ追ってるか。了解です。山さんそのまま奥行けるならロープ行って逃げていいよ。俺の隊はもう大丈夫。あとは自分のこと考えて。なんかマクドナルドさん入ってきた。マクドナルドさんそっち行った。気をつけて。なんもすごないと思うけどバイクで来た。これ誰ですか？これ誰ですか？これ誰ですか？はぁ？はぁ？なんで？え？なにそれ？え、待って、そのけ、え、それ、その車何？俺警察車。え、わかんな。あ、ごめんごめんごめん。いてぇいてぇ。犬から2人来てるらしい、橋上。最初来てるかも、これ。あ、この車、パトカーなんだ。え、俺、なんか犯罪者いるって思った。え、犯罪者いるって思った。お、目の前で警官死んだぞ、今。一体ベイトっすね、これ。あ、なるほどね、ベイトか。OKOK、これ。生巻き湧いてる。歩いて近づいてきてる。トラックね、トラックウーラー。多分これね、もう犯人撃っていいよ、これ。ボス、ボス、ここに警察3人いる。3人いる。相手撃ってきてる。トラックウーラー、トラックウーラー。ボス、警官3人いる。降りてる。2人、白色と緑色。邪魔だな、それ、ここ。あ、ここまで殺した。うわ、ごめんくれ。すげえ、そのままみんな死んでしまう。そのままみんな死んでしまう。トトさんね、耐えてもいいよ、耐えてもいいよ。ハイドでもいい、ハイドでもいい。このまま回収して。ボス、ボス、離れて。この車、やってもいい、やってもいい、やってもいい。ボス、ラスト一人。回収して帰るでもいい。駅につな、繋がってる。でもね、そこね、車線通っちゃう。ただこれ、応援も取れるよ、ね。全然殺せ。誰かいる、誰かいる。黒のバイク、黒の単車のバイクがいるけど引いてった。バイク引いてった、バイク引いてった。あ、まだもう一人いる。出血大丈夫？トトさん引き側車線通してる。3人いる。緑の車の中に出ないで、うん、待ち強い。出なかったら、これ、待って、またね、バギー来たわ、これ。これ多分ね、腰にいいかも。重要な感じでマジで呼んだ方がいいかも、これ。マグトさん気をつけて、本当に危ないから。あー、助けんだめ。警察が3人も死んでるぞ。コンさん、コンさん、コンさん、君をまずとりあえず助けて。あれ、マクさん。よし、いいぞ。あー、ここでマクドナルドさん、その8向こう行って、8向こう行って。マクさん、8の向こう行って。8の向こう行って。マクさん、それで8の反対側まで行って、左だ。8の反対側まで。いいよ、左、まずどっち？あこちら正義に準してください、ここは。わかりました、どっちに行けばいいの？左です。一回戻ろう、マック。戻るの？いや、左です。マック、わかった、犯人なんすこれ、今捕まえた犯人なんすこれ。マック、もっと楽しくしましょうよ。マック。わかった、ちょっと待ってな、一回話聞くから。この5倍は出せるぞ、これ。分かった。ちょっと、これ君たちちょっとセットになってるから一回話すよ。いいか？あれパッションですか？まあまあ一回話すよ。話すだけね。で、私はちょっととりあえずキツネさんを助けた。マクドナルドさん、500万。いや、ガチで俺マックについてくるっすわ。マクドナルドさん、これ。マクドナルドさん、1000万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 。1000万、マクドナルドさん。マクドナルドさん、1000万。1000万。つまり俺は実質マックなんだ。
わかったから、わかったわかった、わかったな、わかったな、わかったな、助けるからな。すまないな、ちょっと、ま、あの待っててくれ、私この子を助けたい。マックさすがです。これ、マックってわけですよ。いや、ああどうも、あどうも、あ今日もお綺麗ですね。あの向こうの方で警察官が3人くらいダウンしてるんですよ。よかったらそっちを助けた方がいいと。あーやめて。ナタルの話をもう一回教えて。ずっとマクドナルドさん橋のところ行ったり来たり行ったり来たりして、警察と喋ったり、なんか僕らとすれ違ったりしてうろちょろしてたんですけど、最後あの逃げられるっていうタイミングで、大学君君と先輩が逃げたタイミング、あとボスが橋で撃ち合ってる時ですね。うん、その時に僕は橋の反対側、もともといたところから警察と撃ち合ってたんですけど、僕結果ちょっとダウンしまして、一度警察に捕まるってなったんですけど、あそこって車が重なってたから爆風で警察全員吹き飛んだんですよ。でそのタイミングでマクドナルドさんが戻ってきて、僕と狐の仮面の警察官をあのそのまま護送して移動したんですよ。うん、でその時にあの俺はもう助けてほしい、もうどこにでもいいからもう運んで置いていってほしいっていう気持ちがあって、個人とかに助けてもらえるかもしれないんで、そりゃそうだ、そしたらボスに拾ってくれるかもしれないじゃないですか。うん、で一方警察官は警察官でマックマックってずっと叫んで、まあ助けを求めてる感じだったんですよね。結果どうなったかっていうと、うん、僕のことを道端に置いて警察だけ持っていってどっか消えました。なんかそれはなんか向こうの話だと警察とお前を引き離して、でなんか蘇生、そこで救急隊をよ、個人員呼んで蘇生させたいみたいな思惑があったらしいね。それだったらもっとどっか遠くに連れて行ってほしかった。それはほんまにそう。普通に警官に、いや普通に影とかじゃなくて道端に置いてかれたんで、普通に応援に来たハツカネルに見つかってそのまま捕まってるんですよ僕。オッケー、わかった。特に話も聞いて、あんまり聞いてくれなかったんで。で、捕まって罰金いくらなの?700、ちょっと待ってください。3000万でいっか、じゃあ。780ですね、僕個人はおそらく。OK。装備失ってるからね。単刀直入に話をしよう。はいはい。君の取った行動はうちにとって不利益が生じた。え？本当に？どうして？どうして？君が取った行動のせいで逆に捕まってしまったということだ。本当か？ああ。パスコットって言ってたぞ。いや。個人か。いや。捕まったの？ああ。マジか、そうすまないな。マジ？私の気の利くアイデアだと思ったんだけどさ。であればもっと遠くまで運んでくれるべきだったな、マクドナ。ああ、まあそれをね、まあ、あれ本人がさ、ここでいい、ここでいいみたいな言うからさ。いや、違うな。君がその本人の承諾を得ずに移動させたからだ。違うか。え？違う違う。まあ左に戻ってみたいなさ、なんか右行ったりみたいな。現場の判断は君はできるのか？ミッションをやったことはあまりないと思うが。まあそうですね。で警察は起こしたけど、うちの部下はそのまま置き去りか。いやいや、情報届いてはないわね、私しかも。でも警察官は起こしたんだろ。警官は遠くに話して起こした。しかもそして歩きだ。だが警察官は起こしたんだよな。起こしましたよ。ではなんでうちの部下を起こさなかった。何を言ってるんだ。その後私はすぐそこに何を言ってるんだではないだろ。現実問題、君がやった行動は私たちにとって不利益が生じてる。まあだからそれは申し訳なかった。そのけじめをつけてくれ。
けじめ金だ金か3000万3000万3000万だ高すぎだろ高すぎだろお前が介入しなければもっといい方向に変わっていたかもしれない、でも君たち勝ってるんだろ勝ちというのはどういう判断になるのかね。どうと君は捕まってもないしお金も手に入る私はそうだうんだが君が取った行動のせいで、かかりた、うん、ひっちゃかめっちゃかになった。とりあえず持っといてください。だとしたらどうだ？と思う。まあそれだったらじゃあ3000万払いましょうか。よし、じゃあそれで手打ちだ。あと、次そういうふうに警察側に手を貸しているというふうに判断したら現場に来たら私たちはお前を撃つ。なるとおでんどうせ捕まってるからないわ。警察側や。まあ、それは大丈夫なの。例えばね、君が我々に協力しているというのが明確に分かったらそれはせん。だが君はどっちつかずな状態で前回も同じようなことが昔あった。ああまあまあまあ引っかき回したい気持ちはわかる。だが明確にしてほしいんだ、うん、君たちの味方をしよう。これでいいか。であれば1500万だ。うん、君たちのもともと味方をするつもりでこれは全部やってるんだ。だとしたらだ、もっとうまくやってくれ。それはすまない。私もすぐ助けに行こうと思ったんだが、普通に考えたらああいう現場には警察官がうじゃうじゃ来る。警察官は今何人いるんだ、まあたくさんだな。たくさんいる。応援だって来るし、でかい声を出せば、どこに誰がいるかもわかる。ちょっとしたところに運んだぐらいでは捕まってしまうんだ。まあ確かに銃も奪われれば。私はどういう風な状況になったかというと、孤児院が助けてくれた。私もダウンしたんだ。ああそうです。だが孤児院が助けてくれたことによって罰金も切られてなければ銃も奪われてない。そういう意味では結果的に私としては勝利だ。まあでもその子が捕まってしまったことでな、その損失は私が補わないといけない。それはその通りだ。であれば以降だ、今日以降の話をしよう。マクドナルド、君がやりたいこともあるだろう。私はそれに関しては興味はない。だが君がかき乱したり面白いことをしたいと思っているのは私も知っている。まあ私はな、まあ結果としてその君たちに損を与えてしまったのはそれは申し訳ないと思うから、私も払いたい気持ちさ。むしろでも応援してるのはもちろん君たちだ。マクドナルド、え、どうやってそれを信じればいいんだ。まあだから助けてあげますよ、今後も何だもん。いいかね、マクドナルド。どうした？君は口が立つ。だから君の口は信用しない。私は行動で判断する。ああ、じゃあ行動で君たちが望むことをやってあげよう。じゃだから別にそれを求めているわけではないんだ。君が面白いと思うことをやっているだけなんだろ。まあ面白いというか意図があってやってる。であれば君のその意図が我々にとってデメリットじゃなければ結構だ。ええ、だからデメリットにならないようにしよう。ああ、今後教えてくださいよ。あの時私行きますから絶対。一声かけ、いや、それは難しい。マクドナルド、めんどくさいか。めんどくさいんじゃない。君はギャングだ、私もギャング。だが別の組織だ、ええ、まあもちろんそれは分かってる。でも君と私の、ハイエナをされるかもしれない。いやそれはない。いや分からないだろ。だから口は信用できない。行動で示してほしいんだ。だから行動するためには知らないといけないだろう、私が行くってこと。だが実際に今日は情報が我々から流れていなくても君は現場に来た。うん、君がやりたいことがやっていればそういうふうに出くわすことがあるということだ。銃だけ置いといてください。了解パイナポー。耳をダブルに大きく。我々が激しくて。我々から君にその情報を流すということは基本的にはない。いつどこで何をするかという情報は君には流さない。まあそれはそうだな。君がやりたいように例えば警察に張り付いたりしてそこの現場にやってくるのは別に構わんだろう。だとしてだ、ダウンしてるやつを適当なところにほっぽり捨ててどっかに行ってしまうなんてことをされてしまっては困る。まあそれは私のね、まあミスだ。だから今後はそうはならないようにしましょう。それでどうだい。であれば行動で判断する。今回は254番に金を振り込んでほしい。1500万だな。ああ。はい。200、一回言って。254だ。254。
今送った確認した。私はちょっと私を信用してくださいや。私は不当な金は請求するつもりはないや、マクドナルド。実際私は警察によくしてるよ。実際うちの部下は罰金700万円以上切られて銃も失ってるし、犯罪で使うものもおそらく 何品かは持ってかれてるかもしれん。なるほどな。じゃあその分も払ってあげていいよ。私はむしろ本当に君たちに協力したいつもりでこれをやってるんだ。とりあえずその言葉は信用できない。何度も言わせないでくれ。まあだからでも私も言わざるを得ないのわかるだろ君は。それは行動で示してほしいと言っているだろ、マクドナルド。だから行動でも示すのも当たり前さ。だから3000…気持ちを君に言っとくんだ。だから3000万ではなくて1500万で様子を見るということだ。優しいな。ちゃんと取ってくれて構わないんだよ、私は別に。いや、私は無理な金額は請求しない。まあまあ、君の気持ちも察して1500万で手を打つ。優しいな、君は本当に。君と私の付き合いがあるからな。そうですね。だが次はない。まあだから。次、もし同じようなことがあったらマクドナルド。うん。君の人間、君のメンバーを一人ずつ縛っていく。どこまでするか。次同じようなこと。ここで今私は釘を打ってるぞ、マクドナルド。同じようなことってじゃあ今言いましたけど、そういうなんか放置にするってことだろ。我々にとって不利益が発生した場合だ。例えば難しいこと言うんじゃないよ。どうしてだ。君たちがじゃあ例えば失敗しました。それは私が途中そこに行ったとして、うん、でも私は何もしてない。だから私がそこの付近にいたから私のせいにするってことができる。違うだろう。そんなことは私はすると思うかね。いや思わないけど、その言い回しだったら何でもいけるから。何でもいける。私が今マクドナルド、うん、君は納得してこの金を払ったんだよな。そう。私はおかしなことを言っているか。私は違う違う。違くないだろ。おかしなことも言ってないって話さ。だから私は今おかしなことを言っていないというふうに思うのであれば、次もおかしなことを言うつもりはないと言ってるだろう。そう、まあ、だから話は早すぎるって話さ。何？私は別にね、これを今実験的にやってるんだ。君たちのメリットになればいいと思って。いいか、マクドナルド。なんだね。我々はモルモットじゃない。君のおもちゃじゃないんだ。それは分かってる。そういう話をしてるわけじゃない。だが君はそういう言い回しをするだろ。違う違う、ちゃんと聞いてくれば、バンダーマさん。私はみんなの、まあその悪い組織たちみんなのメリットになればいいと思ってこれをやってるんだ。だから私もね、調整していかないといけない。そんないきなり全てがうまくできるほど、まあうまいマジシャンじゃない。あ、ちょっと待ってな。だからさ、まあ不利益は出ないようにもちろん私も善処しますよ。だから何か起きたら私もちゃんと謝ります。それはだからその都度あんた言ってください、今日みたいに。話でいつまでも決着がつくとは限らんぞという話をしているんだ。これは警告だ、マクドナルド。